どう？いい飛びしてるでしょう。サルベージしたパーツを組み合わせて開発したモビルアーマーで、全くのオリジナル。名前はエスペランサ。私の故郷で希望って意味。そう。射撃精度も見ての通り最高級よ。あなた、昔はモビルスーツ乗りだったんでしょ？どう？安くしとくわよ、エニル・エル。あの仕事はとっくに廃業したわ。その割に目が燃えてなくて。そうね、本当言うと迷ってるの。右か左か、人生の選択かもね。そう、私たちはしばらくここでテストしてるから、その気になったらまた来て。返事はその時でいいわ。セインズアイランド、大小6つの島からなるこの群島は、航海上の拠点としてシーバルチャーやオルクたちに支配されることなく独自の発展を遂げた。コロニー落としの被害を免れたエネルギープラント、海に生きる者たちにとっての生命線となる。交易で栄えるこの島は、戦後有数の海上商業都市となっていた。また海に出ていたのかい、こんな朝から。ちょっとね。監視部員の外には出てないだろうね。ええ、そうか。この間の話、そろそろ答えてくれないか。過去にはこだわらないと言ったはずだ。マイルズだ。あ、父さん。え？渓谷海域に未登録の船が。わかりました、すぐ行きます。仕事だ、すまないな。送ってくつもりだったけど。今晩店に顔出すから。じゃ。マイルズ、あなたは過去にはこだわらないと言うけれど、私自身が忘れてないの。あの船か。入国管理局監視室次長のマイルズ・グッドマンです。こちらに来られるのは初めてですね。そうです。ではこちらの書類によく目を通してください。V の内側は非戦闘区域です。法を犯せば警察隊が出動しますので、お忘れなく。わかりました。それから一応船内をチェックさせてください。では私がご案内しましょう。
フリーデンの主兵装はモビルスーツが3機、すべてガンダムタイプです。ガンダムが3機も。誰か、バスルーム洪水なの、助けに来てよ。あらら、サラ、誰その人。入国管理局の方よ。ああ、偉い人ね。どうも。挨拶は結構だ、扉を早く閉めてください。はしたない。何その言い方、さっきからチラチラ見てるくせに。このむっつりメガネ。前言撤回、失礼しました。あの、申し訳ありません。いえ、気になさらずに。入国審査は終了し、フリーデンはセインズアイランドへの上陸を許された。彼らが大地を踏むのは実に1ヶ月ぶりのこととなる。両替お願いします。すごいよね、この街。サンアンジェロの何倍も賑やかなんだもの。はい、お待たせしました。何これ、この紙がお金なの？セインズアイランド札です。この国の紙幣よ。補給物資の調達よろしくお願いしますね。分かってます。あんたは行かないの？私はフリーデンに残ります。あ、そう。じゃ、いいのか？いいの。少しぐらい粘ってもいいじゃない。ティファ、買い出し終わったらその後どうしようか。二人で海が見たいわん。いい、今の声は。えへへへ、逃げた。この野郎、降りろ。こいつ降りたくないっつなら俺が突き落としたら。ガルード。ったく、アップねえな。ちゃんと前見てろよ。うるせえ、お前がいるからだ。降りろ。助けてよ、ティファ姉ちゃん。僕は姉ちゃんと一緒にいたいのに、バカガロードがいじめるんだ。いきなり言いこぶるな。なあ、いいだろう、ティファ姉ちゃん。え、やったー。ほら、姉ちゃんもこう言ってるぞ。ちったく、しょうがねえな。オッケー、これだけでいいのね。悪いわね、私の買い物まで頼んじゃって。いいのよ、それよく。あんた勝負かける気？キャプテンと二人で船に残るんでしょ。いよいよアタックかと思って。まさか。残念だけど、そこまで行動力はないもの。そっか。それに、さてと、うるさい連中がいないうちに秘密の特訓でもするか。の、なんだ、いたのか。いるならいるとなぜ言わんのだ。ドクターってば、秘密特訓だなんて子供みたい。うるさい。ね、船に残るって言っても二人っきりじゃないし。帰っていいのよ、その方が。どうなのかしら。よっこいせ。はい、任務完了。あとは個人的なショッピングよね。衝動買いは後で絶対後悔するんだから。ダメ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 。やっぱ買う。いらっしゃいませ。と、そこに出てる。あ、ない。あ、サイズはぴったりだわ。あお知り合いで。
いえ。ええ、そういうわけじゃないんだけど。申し訳ありません。こちらの商品はこれ1点だけでございまして。やっぱし。どうでしょう。こちらなどはお客様にはお似合いかと。さっきの服譲ってもいいけどどうする？でも本当言うとそんなに気に入ってなかったの。気晴らしに買っただけだから。本当にいいの？あなたの方が似合いそうだもの。なら喜んで譲ってもらう。だって本気で欲しかったんだもの。そうだわ、ここじゃなんだからどっかでお茶でもどう？お茶っていうよりランチの時間かしら。オッケー、お礼におごるわよ。なんだか催促したみたいね。私はトニアマーム。私はエニル、エニルエルよ。毎度どうも。コートさん。たく、あっても来ちゃうぜあのクソガキ。こんなことならロビーたちと一緒に行けばよかったよな。はい。じゃあ。でどうなったの、その年下の男と。ひどい目にあってそれっきり。ずっと前の話だけどね。あららら、わかんなかったのよ、お子様に大人の女の魅力は。でも自分を振ったやつってこの世から消えてなくなれとか思うでしょ。わかるわかる。私今でもその子に会ったら自分がどうなるかわからないもの。